いや、今日も暑いな。やっぱカメラおかしいのかこれ。もしかしてピントを中央一点にするとおかしくなる？さあ、今日も地獄の散歩始まります。いや、今日も暑いわ。ちょっとね、トヨタに車を出してちょっと預けとくので、ここから自宅の方まで歩いて帰りたいと思います。とりあえずちょっとコメダでお茶して散歩前の体力を蓄えてから行きます。いや、今日も本当いい天気ですね。だけどちょっと風が強いので、また風切り音がすごいかもしれない。で、なんていうか、この間からちょっと気になるのが、この α7R3 ブリージングでしたっけ、なんかあれが激しいような気がする。いつも以上に激しい気がするんですけどね。でもちょっともう一回試しに今日はフィルターを変えてみました。あと AF のポイントがどうなのかな。なんか AF 一点にしてるけど、マルチにした方がいいのかどうかちょっと悩んでるところです。まあでも普通に撮ってる分には多分そんなならないと思うんですけどね。どうなんでしょう。コメダに到着。いやー、暑いわ。うん、通れる通れる。コメダ到着しました。エッグサンドトーストにしようかな。どうしよう。なんか奥さんが野菜を取れというので野菜を取っておきます。指示がすごいです。あれ、このレンズは焦点距離がなかなか問題なのかな。レンズをやっぱり変えてみるしかないですね。でも大きさ的にこのレンズは使いやすいんですよね。悩ましい。なんかどうもピントが合ってないのかな。どうなんだろう。うん、悩ましい。さてさて、ゆで卵をいただきたいと思います。どうもやっぱカメラと動画と切り替え難しいな。カメラはカメラ、動画は動画でやっぱりやっていかないと、上のダイヤル戻し忘れちゃうよね。これ難しいな。卵どんな感じ、綺麗に撮れてるかな。こちらが卵トースト。卵が満タンなのでこぼれてしまうので食べにくいんですよね、うん、でも美味しいので私は好きです。この卵の量すごいですよね。ほんと毎回食べてるとしてボトボト落としてしまうんですけど、うん、なかなかうまい食べ方が見つからない。はあ、食いすぎた、苦しい。さてと、頑張って散歩してこの取ったカロリーを消費して帰りたいと思います。いやー、暑いわ。奥さんに頑張ってもらわないとちょっとやばいかも。食べたばっかりで動き出したら陰気痛がすごい。こちらがこの間食べた三幸園。いやー、三幸園はでもね、ほんといつ食べてもニンニクがっちり効いてて美味しいんですよね。はあ、今日はまだ時間が早いので空いてませんね。はあ、なんか上向いたらすごい貧血。そしてまだオープニングを撮ってないことに気がつく今日この頃。うわ、貧血がすごいけど、この辺でオープニングを撮っていこうかしら。どうも、ただいま貧血のだるいもんです。今日もこんな感じでぐたぐたの Vlog 撮っていきたいと思います。では今日もよろしくお願いします。では、貧血きついわ。ちょっとなんか食い物を食っての貧血きついですね、はあ、そして今日は、はあ、真夏、はあ、大変だわ。ちょっと手ぶれもすごいですが、貧血もすごいのでローソンの中で休憩していきたいと思います。うおー、一気に来たよこれ。ちょっと貧血がすごいからスポーツドリンク買っていこう。うわ、きちい。はあ、田舎のオアシスローソンでソルティライチ買いました。いやー、これでちょっと水分補給して貧血が収まってくれるといいんですけどね。てか、ちょっと動くだけでも貧血だ、きちい。なんかちょっと上を見たらなんか変な花が咲いてます。不思議、写真も撮っとこう。
いやー、ほんとこれは見ると田舎を感じますよね、このアースの線看板。いやー、田舎だわ。外でなんかバーベキューとかするときに、あそこの生ビールサーバー借りてってやりたいな。やりたい。みんなでバーベキューしたい。行こう。カモがすごい勢いで流れてっております。あれ戻ってこれんのかな。ここのね、散歩コースは何百メートル、1キロぐらいずつにローソンがあるから、ほんと助かる。田舎のオアシスローソン楽しいんだけど、貧血がまたすごい。うわ、ちょっと暑いのでローソンで涼んでなんか買ってこう。ローソンでこちらサクレのライム買いました。いやー、ちょっとねまだ硬いんで、ちょっと溶かしながら行きたいと思います。おー、セミがいっぱい。暑い。セミがうるさい。こちらのね、川沿いでこちらのサクレライム食べていきたいと思います。いやー、ほんと日陰は風が通ると気持ちいいわ。ああ、だいぶ貧血も収まってきました。ああ、このね、サクレ、この上に乗ってるこの、レモンとかライムのこの切ったやつがね、いいんですよね。おお、いい感じに溶けてるんじゃないですか。結構いい感じに溶けてます。冷たい。これ一気に、食べると知覚過敏に一気に来ますね、これは。ライムはライムでうまい。だけどなんか食べた感じライム以外の味がするような気がする、何の味これ。梅じそ。そんなことない。なんか違う味がするでしょ。なんかわかる気がする。梅じそ、なんかしそみたいな味するでしょそれ。さあ、休憩も終わったのでのんびり帰りたいと思います。はあ、ここでも日陰を抜けたら暑いんだろうな。さあ、ここからがいつもの散歩コース。今日はカワセミ見れるかな。まあ写真撮とかね、こう動画撮ってない時でもカワセミは何回も見てるんですけど、今日は会えるのかな。こういつものカワセミスポットに来ましたが、ちょっと葉っぱがいっぱいでカワセミがいるかどうかもちょっとわかんないですね。これは無事に家まで帰宅しました。いや、途中貧血やら何やらいろいろありましたが、とりあえず無事家まで到着です。今日の Vlog はね、ただただ散歩しただけの Vlog になってしまいました。あら、喋れてない。ただただね、散歩しただけの Vlog になってしまうと思います。疲れたわ。まあ今日はこんな感じで本当終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。そしてね、もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、バット評価、何でもいいんでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。